ピーキング試験なのに同時に始まらないっていうのはやっぱちょっとどうかと思いますけどね。こう全部言う、2つ目の選択肢の3つの情報を全部言う、その中で自分はどっちがいいですよっていうのを言ってあげる。写真描写の時は現在進行形なのに、4コマの方は過去形でやるっていうのでちょっと大変かなと思います。Hello there! 始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきた TOEIC Bridge Speaking and Writing Tests について話したいと思いますね。で、まあ、初めて行われた第1回だったんですけども、でもうなんかもっと TOEIC Bridge って子供向けに作られた感があったんで、だから子供の人が多いのかなって思ってたら、ほぼ大人、多分全員かな。大人だったと思いますね。大学生みたいな人がちょこっといて、あと全員大人っていう感じでしたね。で、まあ、試験は、まずですね、こう入ると、ロッカーに荷物入れて、で、まあ、やっぱ、トイック、スピーキング、ライティングと、あとは、トフルとかやっぱそんな変わんない感じでですね、あと、問題ばらしませんとかっていうね、サインしたりとか、そういったものをやる感じでしたね。ただね、面白かったのが、どこの場所なのかっていうのを書くのがスペース、書いてあるスペースがあるんですけど、そこに新宿区って書いてあって、で、State of Province って書いてあるところに東京って書いてあって、で、その後に Country って書いてある国名入れるところに新宿区って書いてある。これいいんですかって聞きましたけど、まあ明らかな間違いでしたね。果たしていいんでしょうかあれで。で、その後に、そう、写真撮影ないですね。TOEIC スピーキングとか、TOEFL IBT と違って写真はなく、そのまま行く感じですね。試験会場。で、これバラバラです。やっぱスピーキング試験なのに同時に始まらないっていうのはやっぱちょっとどうかと思いますけどね。この北順で、はい、始まって、いく感じです。だからこの公平性にちょっとやっぱ問題ありですね、やっぱね。ETS のコンピューターですね、の試験は全部これに問題があります。はい。どういう試験内容かっていうのをちょっと説明していきますね。まずですね、スピーキングテストですね。8問あって、15分です。ものすごく早く終わります。ですね。いや、なんて早く終わるんだろうと思いましたけどね。で、まずは、Read a Short Text Aloud っていうですね、音読問題ですね。まあ、非常に簡単です。各問30秒ですけど、30秒全然いらないですね。ただ、まあ、本家の TOEIC Speaking と同じように、A, B, and C みたいなですね。ああいうのは必ず、イントネーションのやつとかは勉強していく必要があります。はい。これが2問あって、で、次は Describe a Photograph ですね。つまり、写真描写問題ですね。で、ここが2問あって、で、その30秒でやるんですけど、なんかね、どうなんだろうと思った。公式問題集にはですね、この、まあ、この全体をまず描写して、どういう場面で、で、人の動作を描写しなさいって書いてあって、公式問題集には2人なんですよ、載ってんのが。なんで2人の動作をですね、描写すればいいのかなって思ってたら、今回、その試験受けたら3人写ってたんですよね。二つの写真とも、両方とも三人写ってて、で、三人目が何してるか分かんないんですよ、両方とも。だから、描写できんっていうね。よろしくない。多分二人描写して、それでよかったのかなと思うんですけど、ちょっと不明ですね。あの三人目の何やってるか分かんない人は、何のために置いといたんでしょうね。次がですね、listen and retell っていうですね、要約問題ですね。聞いて、その内容を要約するっていうやつです。で、これまあ公式問題集と同じで、ポイントが2つ、たったの2つです。なんでこの30秒も全然いらないんですね。めちゃくちゃ時間余っちゃって、何言ったらいいんだろうと思ってですね。すぐ終わっちゃいました。次は short interaction ですね。メモなど資料に基づいて情報の要求、依頼、申し出、提案、招待などをするってやつなんですが、これメモがね、もう画面に出てるので、なんか、そう、メモ書けるんですよ。メモ書けるから書いた方がいいのかなって思ったんですけど、いらなかったですね。そのもう書いてあるんで、そこにまあ二つの情報が書いてあるので、その二つの情報を変えて言えばいいだけでしたね。まあちょっとティープに似てますね。ティープって、試験官に質問するのがあるんですよ。書いてあるものを疑問文に変えて、聞かなきゃいけないんですけど、それに似てますね。その書いてあるメモの情報を疑問文に変えて、ただ、言えばいいだけって感じでした。はい。で、次が、tell a story ですね。おそらく、まあ、ここが、
苦手じゃないですかね、日本人は。4コマ漫画です。で、まあ、全然面白くもなんともないです。つまらない4コマ漫画があって、そこを描写するっていうやつですね。まあ、これは、非常に苦手な人が多いですね。GTEC とかにもありますけど。自分自身は早く来すぎちゃいましたね。もう、45秒ありましたけど、30秒も経たないで終わっちゃいましたね、全部。4コマ。本当に少ないので、情報量が書いてあるのが。まあもう一個ちょっとね足してもよかったかなって思うんですけど、多分まあ大丈夫だと思います。15秒よりも多く無言ですけど、それでも多分満点だとは思います。で、次はメイクアンドサポーターアーレコメンデーションですね。アドバイスをするものですね。そうですね、アドバイスしてくださいって書いてありますね。そうです、比較対処できる2つの選択肢に示された情報ですね。この2つあって、で、そのうちのどっちがいいかっていうのを理由を含めているんですよ。で、ここに書いてある情報全部言わなきゃいけないので、1つ目の方にはこういう情報、こういう情報、こういうふうに、だいたい3つあるんですけど、で、3つの情報を全部言う、2つ目の選択肢の3つの情報を全部言う、その中で自分はどっちがいいですよっていうのを言ってあげるですね。で、まあこれがなんかトフルにあるやつを簡単にした感じですね。トフルの、パート5かな。まあ今度なくなっちゃうんですけど、新しいトフルでは。で、そこを簡単にした感じです。で、最後にね、ライティングテストが終わった後にスピーキング聞き直せるんですよ。自分の喋ったことで。これが良かったですね。で、終わったものをすべて聞き直すことができたんで、自分が何喋ってたのか全部聞こえたんで、すごく良かったです。ああ、こんな風に喋ってんだな、自分はっていうのが、すごくよくわかりましたね。マイク通して聞こえる声ってこんななんだとか分かって、とっても良かったですね。まあ、満点じゃなかったらびっくりしますね。ちゃんと必要な情報も全部入ってるし、流暢さとかも大丈夫だと思うんで、ですね、ちょっと満点じゃなかったらびっくりします。はい、続いて、ライティングテストですね。ライティングテストは、37分間で9問のテストですね。まず最初が build a sentence。 これ並べ替え問題なんですよ。極性序問題ですね。単語がこう並んでて、それをこうやって入れていく問題ですね。はい、なんで、最初からかなり難しかったです。あ、これ結構レベル高いの出すんだなと思って。2問目はね、公式問題もそうだけど、無理やりやろうと思えばもう一個の答え出ちゃうじゃんってやつでしたね。無理やりそういった文脈を作ればそれだって正解になるでしょっていう問題でした。まあ普通に考えてそうはならないからこれが正解ってやつですけど、ちょっとね、大学入試とかだとまずいと思います。2つ答えてちゃうでしょってですね、ありました。で、次が write a sentence ですね。これがまあ本家のトイックライティングにもあるやつですね。指定された語があって、それを使って一文作って、で写真を描写するっていう問題でした。まあこれは簡単かなと思って、多分一問ね、やっぱ接続詞が出てきたりすると難しいんで、それとトイックライティングも同じで、そこがちゃんとできたかどうかっていうのはあると思いますね。あとはやっぱね、漢詞とか苦手な人多いんでね、はい、動詞の形や漢詞ね、ちゃんと進行形にしてるか、動作をですね、現在進行形で書いてるかとかっていうのがポイントになると思いますね。あ、そう、それにで思い出したけど、あれですね、そのスピーキングの方の4コマの方はちゃんと過去形で言わなきゃいけないですね。これ厄介ですね。写真描写の時は現在進行形ですね。このライティングのやつもそう、写真描写の時は現在進行形なのに、で、4コマの方は過去形でやるっていうので、ちょっと大変かなと思いますね。まあ、英検2級もそうですよね。英検2級や英検準1級とかもそうですね。過去形でちゃんと表すっていうのがすごく重要になりますね。はい。で、続いて、respond to a brief message ですね。はい、メッセージへの返信ですね。いわゆるね、LINE みたいなやつです。LINE みたいなポコって書いてあって、それに対して返答することですね。で、二つ条件がついているので、そこをちゃんとですね、落とさないことが重要ですね。これとこれについてっていうのが出ていますので、そこをきちんと答えられたかどうかってですね。まあ大丈夫だと思いますね。自分自身。ちょこっとね、勝負に出たというか、なんかね、提案しなさいってやつなんだけどね、提案じゃなくて、ちょこっと書いたんですよね、やり方。で、次は、write a narrative ですから、ストーリーですね。ストーリーを書く問題です。ブログを書きなさいって、その公式問題と同じでしたけど、ですね、そう、ブログを書く問題でした。まあ、as much as って書いてあったんだけどね、できる限り多くって言ったんですけど、まあ、別にいいかなと思って、85ぐらいですかね、それぐらいで書きました。で、次が respond to an extended message ですね。長文メッセージ返信問題ですね。E メールに返す問題です。で、これもちゃんともう条件がついていますんで、その条件通りに書けば OK です。本家のトイックライティングにもあるやつです。なので、すぐに終わるかなと思います。いわゆるエッセイライティングがないので、非常に楽ですね。
もう書く内容がだいぶ決まってますので、簡単です。まあ、クリエイティビティはブログとかね、には必要なんですけど、まあ、ライティングはだいぶ楽かなっていうのが印象でしたね。場面としては、やっぱりちょっとね、トイックなんで、ビジネスですかね。っていうのが多少やっぱ多くなってるかなっていう感じですね。だから大学入試に使うのは、どうかなとちょっと思いました。あとはまあ大学の教授からとかっていうのもあることはありましたけど、やっぱ基本は、オフィスっていう感じだったと思いますね。トイックスピーキングライティングじゃちょっとレベルが高すぎるっていう大学生とか専門学校行ってる人とかに課していくのかなと思いましたね。はい。こんな感じで、新試験受けてきました。ぜひぜひ参考にしてもらえればなと思います。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.